のリアは負け知らずなんだから。とはやめにして一緒に過ごしましょう。あなた。楽しんで、ナオト。大学時代と変わらず鈍いのね。大学時代はもっと積極的だったわよね。本当に懐かしいわ。私たち付き合って何年になる？大学時代と変わらず鈍いのね。前回の野球は私が勝ったわよね。ナイススライダー。やるじゃない、ナオト投手。昔はもっと強かったのにね。ストライク。ナイススライダー。毎日こうならいいのに。
チェス？サキュバスなんかより強いわよ。この一手はすごいわよ。次の手は、あら、この一手はすごいわよ。私とするチェスは楽しいでしょ。今夜は泊まっていくわ。ナオト君、体調でも悪いの？実は任務で外に出ることになったんだ。今後は他の誰かが僕の仕事を引き継ぐと思う。もう会えないの？リア、僕が決められることじゃないんだ。それじゃあもう行くよ。緊急事態発生。1の住人を落ち着かせて、そのままセーフハウスに入って。何があった？どの収容オブジェクトが？心臓が。ナオト？リア？ナオトは友達。私なら助けてあげられる。リア、ありがとう。でも君はすぐに戻らないと。そうでしょ？ああ、いやよ。you
感じ？またねー。
ごめん、リア。いやよ、このままここにいたらどうなるか本当にわからないの？いや、妙な動きをしない限りここは安全だよ。あなたって本当にバカね。終わったわ。理事会は責任を追及しないって。リタ、ごめんなさい。サキバスに影響されてるんじゃないかと心配で、あなたには内緒で心臓を使ったの。心臓はずっと安定していた。どうして急にこんな恐ろしいことに？次元の頂上が関係しているのかも。未知の次元が私たちの次元と重なろうとしているの。理事会はとっくにそのことを認知していた。すでに世界各地で異次元の生物が出現し始めているわ。それじゃあリアは？彼女もその一人よ。そして現在捕獲されている唯一の異次元生命体。そうだったのか。ナオト、もう一度収容室に入ってサキバスの移送を手伝ってほしいの。これは理事会の希望よ。どういう意味だ？本部に着いたらサキバスを解剖することに決まったの。どうして？リアは僕たちに敵意を向けたことはないだろう。早期に詳細を調べられればより人類の自衛能力を高められる。そのために彼女を理解しようとしてきたんだ。むやみに解剖したりして何かあったらどうする？これは全人類の安全のためなの。したがって。わかった。
そうよ。 Thank you.
頑張ってね。もう記録したわ。指数上昇。頑張ってね。記録したわ。データ以上。頑張ってね。もう記録したわ。エネルギー出力を上げるわ。
頑張って。すごいわ。指数上昇。もう記録したわ。頑張って。データ以上。もう記録したわ。さすがは私のエースね。どこかに送られるの？僕は、いや、一緒に行くんだよ。もっと、クソよ。僕は、ごめん、リア。僕には何もできないんだ。僕は、どうすれば。リタ、僕たち、どうして
こうなっちゃったんだろうな。リタ、僕は言いたいことは分かってる。でも言わない方がいいわ。僕たちは、僕もういい、危険すぎるわ。自分のエスチを知ってる。ロクよ、死にたいの。僕はオート、前線から離れましょう。自分の人生をよりよく過ごすことだけを考えて。サキバスの移送や次元の侵食のことなんて理事会に任せればいいわ。私のためだと思って。わかった。警告、警告、収容オブジェクトクラス1の組織が収容室を突破しました。繰り返します。収容オブジェクト、私たちにはもう関係ないこと。行きましょう。直ちに緊急処置を行ってください。鏡の前で思い巡らせて映した先に何もなく闇に紛れて夢の続きを月夜に求めてる。今勇気を出して一歩先へ今日のリアは負け知らずなんだから。